アジア競技大会での日本選手のシングルスの戦いが終わり、最新のパリ五輪選考ポイントが発表された。今回、アジア競技大会で2位だった早田ひなには60、ベスト8の張本智和には20、ベスト16の吉村正春と平野美宇には10ポイントが加算された。10月2日時点でのパリ五輪選考ポイント、上位3名。男子、1、 張本智和 589.5PT、ポイント。2、戸上俊介404プラチナ。3、田中優太302プラチナ。女子。1、早田ひな700.5プラチナ。2、平野美宇430プラチナ。3、伊藤美馬 409.5PT。男子の長本、女子の早田が独走状態で1位をキープしているが、 残りの対象大会は11月25日からの全能カップ、パリゴリン選考会と来年一月の全日本選手権、そして T リーグ。それに中国のトップ3に勝つ可能性のある WTT のみとなった。選考ポイントの上位2名がパリゴリンのシングルス2名枠に内定し、3人目は日本卓球協会の強化本部が選ぶのだが、 現時点で先行ポイント3位の選手がトップに上がってこない限り、1位の選手が3位に落ちることはない。全能カップ1位、100プラチナより大きい。全日本選手権1位、120プラチナより大きい。T リーグ男子14試合目まで、女子は10試合目まで、1勝2プラチナ、ビクトリーマッチは1プラチナより大きい。国際大会。 残りは WTT のみのシングルスで中国のトップ3に勝利した場合、15プラチナ、7ゲームズマッチ、より大きい。全能カップの優勝者には100、全日本選手権優勝者に120ポイントが与えられるが、仮に長本と早田が全能カップに出場せず、全日本選手権でベスト16に入れずに獲得ポイントがゼロだとする。 現時点での3位の選手が両大会で優勝して220ポイントを獲得したとしても、長本と早田のポイントは追い抜けない。先行ポイントで2位に落ちたとしてもシングルス2名枠には入る。残る対象大会は T リーグと国際大会、WTT イベント。だが、先行ポイント3位の選手が T リーグでビクトリーマッチも含めて全勝したとしても、最大で男子は24、女子は10ポイントが加点され、 中国のトップ選手と対戦する可能性がある WTT イベントは5大会あり、そこで中国のトップ3を仮に5人倒したとしたら、75ポイントが加わる。つまり選考会優勝、全日本優勝、T リーグ全勝、さらに WTT イベントで中国トップ3を5回倒し、張本、早田が対象大会で獲得ポイント0と仮定した時のみ、逆転が可能だが、現実的にはありえない。 そう考えると、張本と早田のパリ五輪代表内定はほぼ確実と言っても良いだろう。この場合、両名が11月の五輪選考会に出る必要はあるのだろうか。7月末から T リーグ、そして、